お待たせいたしました。高徳線高松行きの急行です。阿波2号でございます。中丸松行きと乗り換えご案内いたします。次は池の谷11時41分です。板の11時48分、引けた12時3分、さぬき白鳥12時8分、三本松12時12分、さぬき津田12時22分、志度12時33分、宮島12時40分、立林12時46分、高松は12時54分です。高松からお乗り換えのお客様、連絡列車ご案内いたします。岡山行き快速電車マリンライナー26号6番線から12時57分3分の乗り換えです。岡山13時54分です。予算線関温寺行き普通列車3番線13時6分12分の乗り換えです。松山行きの特急石槌11号4番線13時14分20分の乗り換えです。松山16時8分です。高知行きの特急南風5号は4番線の松山行き特急にご乗車ください。途中丸亀でお乗り換えです。丸亀で4分の乗り換え13時39分です。高知には15時57分です。以上、止まります駅と高松からお乗り換えでございます。列車は2両で、前の2号車は禁煙車でございます。次は池の谷です。鳴門線お乗り換えです。鳴門行きは後ろ階段を渡りまして4番線、12時20分39分の待ち合わせでございます。池の谷、板の引けた白鳥、三本松の順に止まります。急行高松行き側2号でございます。ありがとうございました。あと3分で高松、終点高松です。降り口は右側です。0番線到着です。お乗り換えのお客様、連絡列車ご案内いたします。高井で小島茶屋町岡山方面、岡山行き快速電車マリンライナー26号は6番線です。12時57分、3分の乗り換え、6番線お回りください。岡山13時54分です。予算線、宇多津丸亀、宅間、高瀬、関温寺方面、関温寺行きは3番線、13時6分、12分の乗り換えです。松山行きの特急、石槌11号は4番線です。13時14分、20分の乗り換えです。松山16時8分です。4番線お回りください。土産線高知行きの特急南風5号ご利用のお客様は4番線の松山行き特急にご乗車ください。途中丸亀でお乗り換えです。丸亀で4分のお乗り換え13時39分の連絡です。座席の上、網戸の上、車内にお荷物、お手回り、お忘れ物にお越しください。お荷物は十分お確かめ願います。森口西川0番線到着です。ご乗車ありがとうございました。